3時のドリル。さあ時刻は3時を回りました。ここから番組を聞き始めたリスナーの皆さん、こんにちは。 SBS ラジオ午後ぼらけ、パーソナリティ山田モンドです。さてここからは深く知るともっと面白い静岡トピックスを紐解いていく勉強のお時間、3時のドリルのコーナーです。毎日午後3時に一緒に学んでいきましょう。今日の先生はこの方、静岡新聞編集局生活報道部長山本敦樹さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。山本さん、今日のメッセージテーマが好きになった瞬間なんですけども、何かこう物だったり人でもことでもいいんですけども、好きになったきっかけみたいなのありますか？そうですね、さっきラーメンが好きって言いましたけど、はい、なんか、まあ、この瞬間に好きになったっていうとなると、やっぱお刺身とかの方が、あ、お刺身なんかきっかけありました、うん、僕あの神奈川の、はい、人間で、ええ、まあ、あんまり、まあ、東京で学生時代いたりして、で大人になって初めて静岡に来て、はい、で、まあ、お刺身ってこんなうまいのかってやっぱり思いました、うん、だからそこで好きになったかなと思います、はい、僕静岡でお刺身食べてるから、うん、静岡以外にもお刺身有名なところあるじゃないですか。例えば北海道行ったら海鮮有名だし、九州は九州でお刺身ありますけども、なんか爆発的に感動はないんですよ。普段静岡の美味しいお刺身食べてるから。ああ、それはあるかもしれない、ね、そうなんですよね、うん、そんなお刺身好きの山本さんと一緒に取り上げていきましょう。今日の静岡トピックスこちらです。世界的な二輪車メーカーのスズキ、ホンダ、ヤマハ発動機の3社が創業したバイクのふるさと浜松ですが、近年オートバイに乗り始める人も増え、生産や販売台数もコロナ禍前より増加しています。さらに浜松はバイクツーリングを楽しむスポットとして県内外のライダーから注目を集めています。さあ今日はバイクのふるさと浜松というわけですね。はい、そう、今お話しあったように、やっぱりスズキ、ホンダ、ヤマハ発動機というですね、世界的なバイクメーカーの、が創業したところであるというところもあってですね、バイクのふるさと浜松っていうふうに、これまあ市の方でもそういうふうに歌ってですね、はい、いろいろ盛り上げていこうっていうようなことをやって、で10月にそのイベントがありまして、ちょっと覗きに行ってまいりました、はい、でこれ毎年市の方が主催で、市が主催だったかな、ちょっと実行委員会みたいな形だったかと思うんですが、浜松の産業展示館で毎年やってましたよね。そう、昔は去年産業展示館でやって、今年は浜松オートレース場、オートレースやったんですね。そうまさに今年は、ね、バイクのところでやりましたですね、で当然こう3社の新しい新型モデルを展示したりだとか、はい、あと、まあ、面白いなと思ったのは、そのオートレース場を走っていいよ、まあ、自由じゃないんですけど、申し込んだ人は自分のバイクで走れるよっていうような催しもやっててですね、まあ普通じゃできないようなことを浜松ならではかなと思って、見ておりました、はい、僕も深夜番組のヨヨロスンって番組で、はい、まあ、半分無理やり免許取られさせられてでもそこからバイク乗るようになって、浜松もロケも何回も行ってますし、好きな人やっぱ集まってきますよね、浜松ね。そうなんですね、でそこの時も当然そのイベントもそうですし、イベントじゃなくてもですね、はい、割と浜名湖周辺っていうのはツーリングの走りどころというか、すごく聖地みたくなってきてるんですね。うん、そのようです。いろいろ立ち寄りスポットがあったり、ライダーが集まるカフェがあったりだとか、でまあそういうのをマップに落として、まあ、市も発行しているような、はい、今持ってきましたけれども、そちらが浜松ツーリングマップ、はい、マップそういったものもあったりしてですね、実は僕も神谷さんも乗ってたりするんですよねそう、気がついたら本土さんだったという実はいたりするんですよ、はい、そんな形で、うん、まあ、こういうところっていうのもですね、まあ、全国他に探してもあんまりない、改めてバイクどころだなという、はい、のを気づいた次第です、はい、でもイベントもやったり、やっぱりそれでこう街自体も活性化するとか、いいことですよね、バイク。そうですね、すごく、まあ、あまりこう実は私は乗らないものですから、ね、山さん乗らないんですか原付の免許しか持ってなくてですね、二輪
は。なあ、乗ってくださいよ。そうそうそう。ただこうやっぱりいつか乗りたいなっていうのは、その割と子供の頃からですね、かっこいいなっていう憧れはありながらですね、うん、今に至ってるわけなんですけれども、うん、やっぱ憧れで、改めて見てみるとですね、はい、本当に外から他県のナンバーの車が来ていたり、うん、まあ、浜松の地元の人たちがですね、グループでこう走ったりだとかっていう人たちをすごくよく、はい、目にしました。はい、今週末もカブミーティング、スーパーカブとか、ああいうカブが好きな人たちが天竜に集まって、そうですね、カブギラでね、そうやるそうですね、やるって、もうこの前ゲストに来てくれて、うん、そんな話もしてくれましたけどもね、はい、で、このイベントの時にですね、はい、ちょっと参加者に自分のバイクで来ている参加者にちょっと話を聞いてみようと思って、お声掛けさせていただいた女性の方が、はい、2人で来ていらしたんですけれども、すごくかっこよくてですね、年齢どれぐらいですか？50代年齢伺ったら50代の方で、はい、まあ、ご家族も同居されててですね、うん、で平日は会社にお勤めでいらして、うんうんうん、でバイクもきちんとした 250cc の、 オートバイでですね、はい、ですごく新しいオートバイだったので、聞いたらですね、なんと免許取り立てだと、初心者だと、まだ1年経ってないというふうにおっしゃってまして、かなり驚きました。驚きですね。まあ、すごい若者がね、その免許取り立てっていうのは別に不思議でも何でもないんですけれども、うん、自然にその女性で、うん、50代で、はい、でなんとかな、こうスーツをちゃんと着てですね、うん、ライダースーツ着てきちんと乗ってらしたんですけれども、でまあ、なんで撮ったんですかっていうようなところで、うん、伺ったところ、やっぱ50代に差し掛かって何かしたい、まあ、ちょっとコロナ禍の、ね、影響だとかもあったようなんですが、うん、で若い時に諦めたことに再挑戦したいとか、うん、でまあ、お子さん子育てもちょっと一段落した、うん、段階で、一念発起してですね、うん、撮ってみたと。で、バイクも新車を購入して、で割とこう免許を取って日が浅い人たちだけで作るチームがあって、うん、でその皆さんでですね、どっか一緒にツーリング行ったりとか、そういう楽しみ方をしてるそうです。いいですね。今ね、メッセージも来ましてね、知床ジョージさんから、浜松が全国のライダーに人気とのことですが、浜松市北区の山には、オレンジロードという三日日細江稲佐を、貫く山の道路がありまして、景色もよく走りやすいです、そこに朝から早朝からバイクの方々来て走ってますよと、細江町も、西木賀にはバイク乗りが集まるカフェもある、ライダーが楽しめる環境が多いことが一つの人気の理由かもしれませんね、はい、というメッセージです。そうです、そのようにですね、ちょっと山の方に行けばですね、うん、こう浜名湖がこう眺望がすごく綺麗だったり、まさに浜名湖の湖畔をこう、走れるわけですもんね。すごく気持ちがいい。だから初心者の方も喜んでたんじゃないですかね。そうですね、でこの方たちは本当にそんな形でですね、でまあ、他のちょっと販売店の関係者なんかにもお話聞いたところ、このオートバイに乗り始める人、全く乗るって人、ちょっと年齢を問わずですね、うんうん、結構増えてる感じがするよということでございました。はい、竹広さんが X の方で、県外のバイク好きな人に自分静岡県出身ですと言うと羨ましがられたと、ホンダヤマハスズキがあるじゃんって。ああ、そうなんですよ ね、うん、しばらく乗ってないな、また乗りたいなっていう書き込みもありましたね。僕がロケで行ったのは朝活、バイク朝活、はあ、バイクの趣味な方って週末乗るわけじゃないですか、はい、そうするとやっぱり奥さんとお子さんはなかなか一緒に行けない、でパパなんでまた休みの日もバイクで家いないのってなっちゃうから、朝早朝にバイクでツーリングに行って、でみんなで集まってコーヒーなんか飲んだりして、でまた帰ってきて、まあ、10時ぐらいに戻ってきて、そこから家族サービスするっていう、バイク朝活なんてのも浜松とかでもね、よくやるそうですよ。まあ本当県内にお住まいであれば浜松ちょっと行っただけでそういう自然環境ですねありますし、はい、すね、ここには取材してみていかがでしたか、山本さん。そうですね、やっぱ自分も乗ってみたいなってやっぱりね、そうですよね、思いながらも、まあすぐにね、こう免許取って、バイク買ってってなるとなかなかこう行かない
ので、ちょっとまだ将来の夢として。で最新の見ると欲しくなりません？やっぱかっこいいですよね。液晶とかもかっこいいじゃないですか。かっこいいです。そうなんですよね。液晶でもう、そう液晶なんですよね。だからメーターが液晶なんですよね、うんうん。でそのガソリンも分かるし、あの電気がつく感じとかはなんかハイテクな感じの乗り物な感じがしますよね。そうですね。ちょっと他のところで、出会ったライダーはやっぱり2人乗りで、奥様と2人で、あのやっぱり50代の方だったんですけど、うんうんうん、あのやっぱり何回かこう買い替えをして、うんうん、今まさにおっしゃったような、今ほんと 800cc ぐらいの大きなやつに乗ってるんですけど、うんうん、あの本当素敵でした。 100cc でかいですね、うん、大型ですね、うん。これはどうでしょう、まあ、このバイクの街浜松ということで、まあ、市も上げて、こうある意味観光だったりとかそういうところにやっぱつながるものですよね。そうですね。あのやっぱりさっきのメッセージのように、うん、あの外からはやっぱりそういうふうに見られていますよね、うんうんうん、やっぱこう浜松一つの聖地みたいなところだなっていうところ、うんうん、まあ、近くに住んでるとあんまりそういうことを考えたことなかったんですけど、よく考えてみたら、あの3社もでっかいメーカーが生まれてですね、そんなところやっぱり他にはないわけで、そうですね。それぞれこう記念館、各社がですね、はいはいはい、記念歴史館だったり、まあ、ちょっと広報的な、ものだったりですね、あと NPO がやってる、まあ、これホンダさんですけれども、本田宗一郎ものづくり伝承館っていうのが、あの本田宗一郎氏の、あのふるさとである天竜にあったりだとかですね、はい、そういうちょっと、まあ、勉強というか、あの他にない施設っていうのがこの地域にありますね。このバイクから始まってみたいなのが、ね、そうですね、歴史が分かる。鈴木 の歴史館は行ったことあるんですけど、はい、他行ったことないから、うんうん、楽しそうですね。回るとどうします？何買います？決めちゃいましょう。クラシカルなやつがこう、クラシカルってみたいな。あとベスパとかですか？まあ、いやね、もうちょっとこうでかい、こうでかいですかね。あのよくわかんないけど。いいっすね、山さん。あの見た目から入る感じで。本当ね、いろいろバリエーションが本当にたくさんあって、なんてレーシングタイプのものから、うんうんうん、あのね、さっきおっしゃったあの。なんかアメリカンなタイプのものからありますけれども、はいはい、やっぱりこうなんかこうちょっと古いのかなっていう思わせるようだけれども、うんうんうん、まあ、昔からこう変わらぬトラディショナルな形のやつがいいなと思ってますけど、全免許もないですから。ホンダのベゼルじゃないわ、ベゼルでしたっけ、ベゼルは車か、ホンダのレブルか、レブル、ちょっとあの要はアメリカンですよ、うんうんうん、めちゃめちゃかっこいいです。マットな感じで、黒もマットブラックで、ちょっとなんかバットマンが乗ってるような感じの感覚なんですけどね。それいいな。いやもう欲しくなっちゃいますね。そう、でまあ、私今48ですけれども、はいはい、大体私ぐらいの年齢だと、うん、あのやっぱり子供の頃にちょっと憧れたりとかですね、はいはい、いうのがある、まあ、今の若い人たちはまたちょっと違う感覚を持って驚いて見てるかなと思うんですけど、やっぱりいつか乗ってみたいなっていうのがあるなと思いますね。あのぜひオエロス見てください。はい、あの神谷エリナちゃんが、うん、あのバイク乗ってたりもするんで、めちゃくちゃかっこいいですよ。もともと彼女はもう中型持ってて乗ったりもするんで、あの女の子でもね、平気に乗れたりするやつもありますので、まあとにかく安全運転でね、これからの行楽の時期、浜松バイクのふるさと行ってみてはいかがでしょうか。というわけで今日の先生は静岡新聞編集局生活報道部長、山本敦樹さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ今回のこの内容を聞き直すことができます。 Spotify をはじめとした各配信サービス、ポッドキャストに、今回の内容を含めて今までのアーカイブも上がっておりますから、ぜひ皆さん隙間時間見つけて静岡ニュース少しだけ詳しくなっていきましょう。今日の勉強はこれでおしまい。